爽やかな黄色が美しい菊、夏日和。実はこの菊は福岡県オリジナルの輪菊です。今回はこの夏日和をご紹介します。福岡県は全国有数の夏季生産県、中でも菊は全国4位の生産量を誇ります。この夏日和は夏に強く、さらに長期出荷できる品種として県農業総合試験場が開発し誕生したオリジナルの品種です。県農業総合試験場の佐伯さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。あの夏日和は福岡県のオリジナルの品種ということですよね。こちらで開発されたそうですね。はい、こちらに見えるのが、菊の、育種をしている、圃場です。はい、菊の育種はですね、菊の種から、こういうふうに花を咲かせて、その中から選んでいくっていう、作業をしているところです。うん、菊を増やすときはですね、刺し芽といいまして、刺し芽、菊から、出てきた芽を、切って土に刺すことで、そこから根っこが出て、苗にしていくということがやられております。そうなんですか。初めて知りました。ではこのたくさんの菊の中から選ばれた夏日和ですが、決め手はどういうところにあったんですか。はい、夏日和はですね、平成16年に交配をして、17年にこういうふうに一回作ってみて、選抜をした品種です。うん、で夏日和というのはやっぱり夏に咲く花ということで、一番の決め手は夏に強いというところが決め手になっています。綺麗な夏日和の黄色い色、鮮やかな黄色ですよね。はい、それと、その中で、形が変わらない、僕たちは奇形花って呼んでるんですけども、形がおかしくならないように揃って同じ時期に咲いてくるように、作れる花ということで、選んでおります。現在福岡県の農業試験場では黄色の夏日和に続いて夏に咲く白い輪菊の育種に取り組んでいます。そうなんですね。はい、将来的には一つ品種をですね、いいものを作りたいと思いますので、皆さん楽しみにお待ちください。楽しみにしてます。そしてこの夏日和が盛んに栽培されているのが八女地域。茶どころとしても有名ですが、伝承菊など菊の栽培も盛んな地なんですよ。では生産者の方に伺ってみたいと思います。神山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神山さん、この夏日和、栽培されていて何が一番大変ですか。やはり夏場の品種ということでですね、暑さ対策がちょっと今年は特に大変だったですね。そうでしょうね。具体的にどんなことをされてるんですか。昼間にですね、日よけをしたりですね。この上に、はい、そうです。そうなんですか。で換気扇を回してですね、風を回してあげたり、夕方に、軽く葉っぱに水を与えたりしてですね、ちゃんとこう涼しく過ごせるように配慮されてるんですね。神山さんが考えるその夏日和の魅力はどういったところにありますか。まず色の良さですね。とっても鮮やかなイエローがね、綺麗ですよ ね。そしてそれをですね、5月から10月まで、長期間にわたって出荷ができるということですね。やっぱり安定してこう供給ができるっていうところですね。黄色が美しい夏日和はいかがでしたか。爽やかな黄色い花びら、そして深い緑の葉、そのコントラストがとっても綺麗でした。皆さんも真夏がよく似合うこの夏日和、ぜひご覧になってください。